それではただいまより本日のメインイベント、ライズバンタム級タイトルマッチ3分5ラウンド無制限延長ラウンドを行います。青コーナー160センチ、 54.95キログラム、 平井道場所属、ライズバンタム級1位、挑戦者ラッセイ。赤コーナー168センチ、 54.75キログラム、 山口道場所属、本日が初防衛戦、第7代ライズバンタム級王者、鈴木選手よりチャンピオンベルトが返還されます。
ストプレ
このカットは有効打です。チェックを行います。少々お待ちください。Thank you.
走者鈴木見事な勝利でした。チャンピオン鈴木選手にコメントをいただきましょう。お願いします。皆さん明けましておめでとうございます。富山口道場の鈴木雅彦です。今年僕自身初の試合でライズも2020年一発目の大会やったんでしっかり KO で締めれて、まあ、ホッとしてます。対戦相手のラスタ選手も一度対戦した時からずっと勝ち上がってきて気持ちの見えるファイトをしてくれたんで僕自身もめちゃめちゃ気持ちよく戦うことができました。ありがとうございました。ライズのチャンピオンになって大阪から応援来てくれてる人や東京の人もいろいろ応援してくれるようになってそれがめちゃめちゃパワーになってるんで今年開催されるアジアトーナメント僕がライズのバンタム級チャンピオンとしてしっかり優勝するんで会場に皆さん来て僕に応援をしてパワーください。まあ、今年も一年よろしくお願いします。ありがとうございました。鈴木選手おめでとうございます。今一度盛大な拍手を送りください。